約10年前の笑っていいとものエピソードを思い出すと、B'zの CD にまつわる不気味なエピソードがあります。視聴者から寄せられた不可解な音声情報を紹介するコーナーがあり、その中で B'zのアルバムリスキーに何かが起こっているという話題が取り上げられました。実際にそのアルバムを再生してみると、耳にするものは奇妙な音楽だけでなく異様な笑い声が続々と流れ込んできたのです。タモリさんは何度も再生してみましたが、音声や音楽の長さが毎回異なっていました。どうしてこんなことが起こるのか全く理解できませんでしたと戸惑いの表情で語っていました。当時私はフジテレビの編成局の関係者と親交があり、その方は恐る恐る、笑っていいともは原則として演出を行わない方針です、確かにあれは現実の出来事だったようですと教えてくれました。B'zのリスキーアルバムにまつわる怖いお話でした。それではまた。